MC 君、もしねさんが語るワールドカップの、えー、次のワールドカップまで監督任された <laughs> どういう過程を踏み、目標はどこにしますか <laughs> 聞かれて答えない、聞かれて答えてるっていうのちゃんとあれしないとな、スパイシャルで。逃げ場ないから答えないと、これすめちゃくちゃなんか、あれだよね、調子乗り系質問になるよね。どういう過程を踏み、目標はどこ、どういう過程を踏み いやでも結局、ワールドカップってね、グループリーグの3試合で基本決まりますからね。ってなると、そうだね。だから、アジアカップすぐ来ちゃうもんね。なんか2年ぐ、2年ごとに分けるかな。2年ごとに分けて、2年の最後のところの大会なのかなのかで、そこで集大成のやつを決めて、そこでやった戦術はもう封印しますね。なんかダメだったみたいな感じで、なんかもう記者会見とかでも、あの戦術はこう問題が多すぎて使えないみたいで、嘘なんだけど。 って、もう、あの、直前まで引き出し増やすことに専念しますね。で、本大会で、あの、別の戦術、その戦術を復活させるか、別の戦術使うかで。結局さ、ワールドカップでうまくいくチームって別に戦術組み上げて、それで勝負じゃないじゃん。なんなら相手に対策されるからさ、急に433やったりとかさ、なんかそういうチームの方がうまくいってない。そうだから、プランの組み方としては、戦術的なところで言うとそれですね。で、人のところで言うと、絶対的な存在っていうのは作んないかな。そう、毎回。 <laughs> まあどうしてもね、レベルがその選手抜けてて、だから今だと富安とか久保とか田中碧とか僕の中でちょっと抜けてるんで、まあ、あと守備面で言ったら遠藤渡ると、その辺は絶対的になっちゃうんだけど、それでもなんか、なんですかね、調子いい選手を常に呼ぶ形にしますね、そのやり。<music>